八と犬の旅。本日は奈良の山奥にやってきました。奈良は京都と違って人とほとんど会いません。さてどんな旅になるでしょうか。東吉野村のニュー川上神社中社の前にありますとても美しい夢淵にやってきました。さてこの吊り橋、政宗くんは上手に反対側まで歩いていけるでしょうか。怖がりながらも無事に岸に到着しました。ここはニュー川上神社中社とゆかりの深い竜神の滝です。この川の少し下流にニュー川上神社中社があります。歩いて行けます。川の対岸にはまだ桜が咲いていましたので政宗くんと一緒にお花見をしました。夕方になりましたのでこれから寝床を探したいと思います。政宗くんもはしゃぎすぎてお疲れです。山奥の道路の行き止まりに無料駐車場を見つけました。どうやら登山者が止める駐車場らしいです。今日は誰もいないので貸し切り状態となっています。政宗くんのお楽しみ、夕飯の時間です。結構な量があるのですが、瞬時に食べてしまいます。まだ夕飯まで時間があるので、お腹の足しにこちらです。満腹になった政宗くんの表情。夕方になりだいぶ冷え込んできましたが甘く温かいココアはとっても美味しいですね。これから晩酌の準備です。上の棚から本日スーパーで購入しました黒糖梅酒です。なんと100円でセールしていたのでつい買ってしまいました。キャンドルの明かりで雰囲気を出します。乾杯。このひとときがたまらなく幸せです。黒糖梅酒のあてに棚の保存食のコーナーから賞味期限の近いサバのレトルトパックを取り出しました。雰囲気のある
おしゃれなお皿をセレクトして、サバの味噌煮を入れます。しみじみと梅酒を飲んで、美味しいサバをいただく幸せ。食べ終わったお皿はこのアルカリ電解水できれいに洗浄します。バンライフは水が貴重ですので、アルカリ電解水はとても便利。田舎のスーパーで売っていたぶっかけカレーうどんが本日の締めです。男は黙ってうどんをかっこむ。お腹いっぱいになったら眠くなってきました。これから簡単なねじ卓をしてお休みタイムとなります。朝も冷え込みますが、とても気持ちがいいです。これから正宗くんの朝ごはんをあげます。早朝の一杯のコーヒーはとってもうまい。朝ごはんを食べてご満悦な正宗くんです。さて、私も朝食を作りましょう。朝食は簡単に食パンを焼いて食べます。温かいコーンポタージュを準備しましょう。2枚目のパンはこちらです。食後の多いお茶。こんな感じで私と正宗くんのバンライフはゆったりと静かに過ごしていくのです。さあ、これから次の目的地へ移動しましょう。